はいどうもみなさんこんにちはニュージーです。この前さ車運転してましてそしてね小学生くらいの子供かなが横断歩道で立ち止まってましてで私が譲ってあげまして行っていいよということでね、えー、そしてね小学生がね横断歩道を渡りましてで最後にさ私にねお辞儀をするんよ深々と。なんかその光景見て その子供見てあ本当素直だなと思いつつ自分に置き換えてみて俺もさ多分昔はさ小さい頃そういう素直な心があったと思うんだよね横断歩道渡ったらさなんかお礼をねするためにお辞儀をしてね運転手さんにさでもさいつの間にかそういう気持ちがさなくなってきたっていうか。 今の俺がそういう道をね譲ってくれた運転手さんにさお辞儀できるかなと思ってまあまあするんまあでもするかするんだけどなんかあんな素直にさ何の疑いもなくさ笑顔振りまいてさこんなこうやってさできるかな毎日って考えたらさうーんっていうふうに思うし改めてねその子供たち子供を見てさ あーっていう勉強させられましたね子供に私がね学ばされましたあの時のね子供小学生の子よありがとう